皆さんこんにちは。ティアリスマスサイエンスラクターの長見誠です。テニスのためのパフォーマンスアップのエクササイズの紹介で今回最後になるんですが、今回のテーマは下半身と心肺機能の強化をメインにしたエクササイズを紹介していこうと思います。まず一番最初は TRX ランジですね。ここから少しひねる動きをつけていくことで、強く踏み込んでいく動作と体を回旋させていく、これを組み合わせていきたいと思います。まず TRX ランジです。長さはミッドクラブに合わせ、片方の足を入れるのですが、シングルハンドルモード、もしくはそのまま2つのフットクレードルに片方の足を入れてもらっても大丈夫です。アンダーポイントに背中を向けて立つポジションですが、ここからまずはですね、下半身の筋力強化、体を支える安定性を高めていきたいので、通常のまっすぐ下がっていくランジです。しっかりと重心を下げ、前の足で踏み込んで起き上がっていきます。ここで動作がまず安定することを目指してトレーニングをしてください。ここに先ほど話した体の回旋を加えていきます。下がっていった時に上半身を横に向けるようにし、踏み込む力と同時に体を正面に戻していきます。強く踏み込んで体を正面に戻していく、この回旋の動きを組み合わせていきます。もう一度、ゆっくり下がっていき、まっすぐ踏み込んで胴体を回していきます。続いて、TRX のスケーターです。ここでは横方向に大きく動いていきます。テニスの動作で横に動いていく。そして、そこで踏み込んでしっかりと体を止めるということが必要になってくるので、このエクササイズで強化をしていきましょう。長さはミッドレングスに合わせ、アンダーポイントにカウンターで立ちます。ハンドルは、肘が90度で、肩の真下に肘が来るくらいのところに準備します。ここから動いていくのですが、まずは横方向に大きくステップして、止まります。そしてもう一度遠くにステップ、動いていきます。この動きに慣れていくことからスタートし、動作にスピードをつけていきます。横に動いた時に胴体がぶれないように、まずはしっかりと止まれることから、トレーニングをしていきます。動くときには手で引っ張ってそこはサポートに使ってもらって OK です。慣れてきたらできるだけ遠くにジャンプするように動いていきましょう。ここでしっかり止まる動きをコントロールして、さらに慣れてきたらここでも心拍数を上げていきたいので、連続でジャンプ、そして反対側の足が床につかないようにここまで負荷を上げていくことができます。3つ目のエクササイズは TRX のスクワットジャンプです。これはよくある定番のスクワットジャンプなんですが、まっすぐ飛ぶだけではなくて、ここでも下半身の回旋、ツイストを加えていくバリエーションで紹介していきます。まず TRX のスクワットジャンプなので、ミッドレングス3番ポイントを顔を受けてたら、しゃがみやすい。足幅ですね、腰幅にも少し広いぐらいのところで開いて、ハンドルが体の正面に行きます。ここからゆっくりとしゃがみ、ハンドルを引っ張りながらジャンプしていきます。これがスクワットジャンプの動作ですね。これだけでも十分心拍数を上げて心肺機能を高めていくことができますが、少し動き、バリエーションをつけていくので、下半身をクロスツイストしていくような動き、ね。上半身、胸は正面を向いているんですが、下半身だけ横を向くように90度ずつ回っていくような動きを加えていきます。はい、OK です。こういったエクササイズ、ランジでしっかりと片足で支える筋力強化、そしてスケーターのエクササイズでは横方向の動きに対して筋力の強化をして、さらにスピードを上げたりすると心拍数が、トレーニングで心拍数を上げられたりとか、横方向の大きな強く体を使った時に体を支えるものが高まっていき、スクワットジャンプでは単純にこう心拍数をたくさん上げていったりとか、しっかりと着地する、そして体をひねるような動作が入って少し複雑に変えていくことができます。これもテニスのためのエクササイズですが、いろんな場面でも使えると思いますので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。